今月13日、熊本空港に降り立ったのは、東京からやってきた3人。まあ、ちょっと現地の人と直接触れ合って、就職活動の方、採用活動の方できればと思って。実は熊本に初進出するある企業の社員です。その企業とは、神ゲーの力見せてもらおうじゃないか。偶然で壊した。現在放送中のアニメシャングリラフロンティアを作っているアニメ制作会社 C2C です。ユニークシナリオによって、これまでにテレビアニメ第2期の制作が決まっている転生したら剣でしたや江戸前エルフなど数々のアニメ制作を手掛けてきました。エルダはさ、どうしてうちの神社の神様になったの？その熊本で多分アニメ制作会社が初だと思うので、まあちょっとこの熊本の地で、熊本の人材で、まあ日本の文化って言われたらアニメーションを使って、まあちょっとその日本の皆さんにエンターテインメント届けたいな。県によると、県内にアニメ専門の制作会社が進出するのは初めて。なぜ熊本に？で、今回その熊本スタジオに関しては、テレビシリーズの方をメインでやろうと思ってます。C2C の山田社長は崇城大学芸術学部の1期生。当時は関東や関西でしかアニメに携わる仕事はできなかったそうです。その大学の友達だったりとか、すごくみんな絵がうまかったんですよね。で、その人たちがみんなその絵の仕事ができずに、まあ、一般職に移っていくっていうところをやっぱ見てたので、まあ、いつか九州でアニメができる環境っていうのはずっと思い描いてたので。4月に熊本市に開設する熊本スタジオでは、作画と制作の担当として10人を雇用する見込みで、3年後には30人体制にまで拡大したいとしています。今月14日にはその雇用に向けた動きも。熊本市で開かれた就職説明会です。ゼロとかだったらどうしようかなと思ってたんですけど、思ったより開幕来てくれたんで、結構聞いてくれる方が割と熱心というか、質問とかも多くて。熊本でアニメを作ることができると聞き、 C2C のブースには大学生から社会人まで幅広い年齢層の人が集まりました。まずこれをきれいになぞって、11番をなぞって、11番から12番につながる間の今ここに存在しない動きを作ってくれるんですよ。そうすると実際にこの動きになりますよ、はい、滑らかに動きますっていう感じになるので、これが、まあ、アニメーターの仕事ですっていう。熱心に耳を傾ける来場者を前に、説明にも熱が入ります。来場者の反応は？洋画コース専攻してて、油彩画を描いてます。アニメーションの会社って結構たくさんあるんですけど、やっぱ熊本の方ってないんですよ。それでアニメーションの会社のことやっぱ聞きたいなって思って、良ければ就職を考えたいなと思っています。江戸前エルフっていうアニメがあるんですけど、その日常系でゆったりしていて、滑らかな表情だったり、ご飯食べているところがすごく綺麗だったことを覚えているので感動しています。中にはこんな人も。広島の尾道の方で、はい、油を専攻してたんですけど、入ってきて美術職を探しながらアルバイトして。水篠千尋さん、広島の大学院で油絵を学び、熊本で絵を描く仕事に就きたいと考えています。素人の人が絵描こうとか、50億にしちゃうと思うんです。熊本、一応生まれ育った町っていうことがあって、何かそういう関係でなんか職に就けたらいいなっていうことで、運命的じゃないですけど、そういうきっかけもあったので良かったです。
絵を描く仕事っていろいろあると思うんですけど、やっぱ動かす、絵を動かすっていう仕事が多分結構限定的で、そこが特殊なところだと思うので、現実にない多分レーザービームだったりとか、あの人が吹っ飛んで壁にめり込んだりとか、そういうやっぱ映像を作れるっていう非日常の絵が描けるっていうのはやっぱりアニメーターにしかない魅力かなと思うので、まあそういった部分は楽しんでいただけるんじゃないかしらと思います。熊本スタジオが入るビルは交通の便もいい熊本市中心部にあります。すでに看板も設けられ、開設に向けた準備は加速しています。あ、いや入るの自体は何回もなんですけど、鍵もらって開けるのが初めて。何もない本当何もない。気象タブレットとこの日はスタジオの設備や内装などについて業者と打ち合わせ。まあ、いよいよここでやるんだなっていう感じはやっぱりしますよね。こういう景色とか見てると特に見てくれる人に感動してもらえたりとか、大事にしてもらえるような作品を、まあその熊本スタジオできて規模拡大することによって、あの多分安定して供給できるようになるのが一番の目標だと思うんで、そこはちょっと変わらずやっていきたいなと思ってます。熊本スタジオの開設は4月、ここから熊本のアニメの歴史が始まります。